まして、タラオと申します。現在20歳です。私はイラストや文章で自己表現をすることがすごく好きです。きっかけは、私の父は IT 関係の社長だったんですけど、突如田舎のすごい小さなお寺を嫁ぐことになって、庭に柿の木が生えてたんですけど、その葉っぱがなんか毎日のように食卓に出るぐらい貧乏になってしまって、で、なんか何もすることがないので、お母さんがよくスケッチをしに外に連れて行ってくれて、物心がついた時には私の思い出と絵はなんか共存していて、すごく大切なものになっていました。私はもっと多くの人にイラストや文章を伝えて、ただ心の中に何か残るようなことをしたいと思っています。そして私は大事に稼いだお金でお母さんにお小遣いをいつかあげたいです。現在はブスニューヨーク機械族というユニット、4人組のユニットを組んで活動しています。ブスニューヨーク機械族はアイドルと歌手 とビデオアーティストとイラストレーターと、それぞれの分野を本業にしている4人組が集まって、でサブ活動を本気の遊びとして、一つ一つを一から自分たちで作り上げてライブ活動に挑んでいます。私はイラストレーター、私はイラストを担当しています。ライブではデスボイスをよく発しています。私と今日最後に、私は作品を作ってきたんですけど、いつもはもっと違う雰囲気のものを作ったりしてるんですけど、私は活動を続けていきたいと思うようになったきっかけのアーティストさんがいて、でその方を持って今回は作品を作ってきました。テーマはSNS が主流になっている現代と日常というテーマで、人間が一人一人生まれ持ってきたものや普段日常で見えているものが、SNS によって簡単に消化されていくということを作品にしてみました。ご覧ください。ありがとうございました。